五福餅伊勢市二味町の五福餅本家の本店。五福餅は伊勢市二味町の五福餅本家が製造販売する餅菓子である。いわゆるアンコロ餅の一種であり、五福餅の歴史は江戸時代創業以来280年以上にわたる。赤福餅と一見よく似ているが、全く別の会社の製品である。原材料は砂糖、小豆、餅米、酵素。 直営本店は、伊勢市二見町茶屋にある、伊勢自動車道のサービスエリア、名神高速道路の大有一の宮、PA 下り線などでも販売している。餅とこしあんの組み合わせは、ポピュラーなものであって、一時期はそれを販売する多くの商店がこの地域に存在していたが、現在まで大きく展開するもので残ったのが、赤福餅と五福餅であったといえる。五福の名は、 二見み玉た神社にある天の岩屋に祀られる神の天のおずめの御事の通称が五福山であることにちなむ。なお餅の形は赤福餅と類似しているが赤福餅が伊スズ川の清流を表現しているのに対して五福餅は二見みヶ浦の波の形を表現している。また桃色を基調にするパッケージの色調もそっくりであったがかつては 赤福持ちと五福持ちのいずれのパッケージにも、義母子のついた和鏡の図案が描かれている点が共通しており、デザイン上もそっくりであった。赤福持ちの和鏡は、広大神宮の参道口にある宇治橋であり、五福持ちの橋は、二三た魔神社境内にある橋であった。かつての五福持ちのパッケージの方にはそれに加えて、お亀の面の図案が描かれていた点が、相違点であった。 一方の赤福持ちには伊勢神宮の神殿の図案が加えられているほかパッケージ裏側には俳句が印刷されているため識別が可能である。1998年には第23回全国菓子大博覧会にて菓子業界では最高の栄誉と言われる名誉総裁賞を受賞。パッケージに書かれている商品名がご福持ちからお福持ちに変更され、 その年の秋からはデザインも赤服と告示した和凶のデザインから、目音岩の後の富士山から朝日が出ている図柄でカラー印刷に変更された。ただ、あまりに大きな外観の変更だったためか、2012年には目音岩の後の富士山から朝日が出ている図柄のまま、元の桃色を基調とする色調に戻された。それでも、 赤服のデザインとの見た目は以前よりもかなり変化が出ている。かつて小箱は赤服持ちが8個700円、五服持ちが8個640円で五服持ちの方が安かったが2010年4月に8個入りと12個入りは価格改定をし赤服持ちと同額となった。その後2014年4月の消費税増税時に価格改定をし 赤福持ち8個720円12個1030円に、対し、五福持ち8個740円12個1060円となり、五福持ちの方が高くなっている。さらに、高速道路の販売では、住み分けと称すべき状態となっており、例として、名阪国道の伊賀サービスエリアでは、上り線の SA では五福持ち、下り線の道の駅伊賀では赤福持ちとなっている。 1989年頃までは新幹線車内でもとホテル列車食堂2000年代初頭まではビュフェ東京が担当する車内販売で購入することができた関西地区では JR 大阪駅の売店や大阪市営地下鉄の売店で扱っていた時期もあったが現在は伊丹空港関西国際空港の一部売店で販売されている7月から9月には 五福ちのあを使用したアイスキャンディーも販売される。マーチャントアドズッキービーンズキャンディーの頭文字を取って五福 MAC と呼ばれる。赤福は赤福本店で作られているごくわずかの赤福ち以外の製造は工場で機械化されているが五福ちは生産量の違いもあり現在でも手作りである。なお赤福の連にて五福をモデルにしたと思われる。 お家福との葛藤が女一代記としてテレビドラマ化されている。作品前半ではライバル関係に描かれているが後にお家福が苦境に立つと援助するなど協力関係でもある。ちなみにお家福以外に赤持ちなるものも登場する。2018年1月11日パッケージと商品内容のリニューアルを行い保存料なしで消費期限を 従来の3日間から7日間へ伸ばすことが可能となった。ありがとうございます。